株式会社前田は、大阪府池田市に本社を置く、種類販売店、酒の楽市を運営する企業であった。大阪府池田市に本社を置き、本社のある池田市、豊中市、見直しといった北摂地区をメイン地盤に、大阪市内や大阪府北部地区、兵庫県の阪神地区等の周辺地区に広がる形を取っており、いわゆるドミナント戦略が取られている模様ながら、 2001年に福岡県内への出店も行った。運営する店舗の大半が酒の楽市となるが業務スーパーも数店舗運営していた。2006年9月には同業で首都圏地盤の酒市場山田を運営する株式会社ボンサンテと提携した。しかし2008年2月15日に大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、 同日に保全命令を受けた。帝国データバンクによると、負債総額は109億7200万円とされる。その後、2008年6月24日に株式会社、ヤマヤとの間で事業譲渡に締結し、株式会社マイタを分割会社、新たにヤマヤの子会社として、楽一株式会社を2008年7月24日に設置し、承継会社とし、 2008年10月1日に九州分割が実施された。2008年10月1日以降については、楽市株式会社を参照。ありがとうございます。